谷郡と飯塚市をまたぐ峠を正家峠または正家越えと言います。正家とは竹で編んだザルの一種である宗家がなまったもので、神宮皇后の赤ちゃんを正家のカゴに入れて峠を越えたことから正家越えの名がついたとされています。正家越えの途中に大きな石があります。神宮皇后が峠を越えるとき、ここに座って休憩したことから神宮皇后腰掛け石と言います。